孔た氏は、中国語官末期から三国時代の食官にかけての、将軍。字は、寛将。慶州南洋軍の人。子は、孔女。劉備に仕え、駅州や官中の攻略等で活躍した。劉表に仕え、中老将に任じられた。また、劉表の重視である、劉岩尾と共に、調査の有権の守備の任についていた。しかし、劉表が亡くなり、 曹操が慶州を降伏させた後は、曹操より仮の秘書軍に任じられ、職務はそのままで調査大衆であった半元の配下についた。赤壁の戦いの後に、劉備が慶州南四軍を平定すると、高中は劉備に基準して仕えた。その後は劉備に従い、駅州に入り、劉備軍の一将として劉将を攻撃し、常に先駆けて、 敵の陣地を攻め落とすなど、その勇猛さは、軍の中でも鳴り響いた。駅州平定後、内取子将軍に任命された。懸案24年春、劉備が、艦中攻めを行うと、曹操敗下で、艦中方面の総司令官であった、過去縁と、帝軍山において退治した戦った。曹操敗下として、勇猛家官であると名を知られていた、過去縁であったが、 のりまさの指示を受けた孔中は率先して、軍を率いて背後から過去を縁に襲いかかり、これを打ち取って大勝利を収めた。これを受け、劉備は、寛中を平定し、寛中王となった。この功績で孔中は、西々将軍に昇進した。同年秋、劉備が寛中王になると孔中を、ご将軍に任命しようとしたが、諸葛亮は、長比殿、 バチョ殿らは、彼の活躍を見ているので文句は言わないでしょうが、カンウ将軍はそのことを知らないので、納得しないでしょうと進言した。だが劉備は、カンウの説得は、自分がすると言って、コウを、ご将軍に任命し、館内校の借位を与えた。後日、やはり、諸葛亮の不安が的中し、カンウはコウを、老兵とはなどって、 同列の前将軍になることを拒否したが、必死の説得で、前将軍に就任した。翌年亡くなった。子が創生していたため、彼の家は断絶した。慶応三年に合行の送り名を送られた。なお、同じ薪にまとめられた関羽、長妃、馬長、長吾ら四人と比べても、甲中殿は、記述が少なく、廃承詞による注釈もない。 他に、彼の人柄を表す資料として、三国志職書の末尾に記載されている、帰還、タスク新さんの9番目に、名前があり、義やつい宗氏であったとされている。陳寿は、長雲と共に、強し進む、宗武氏であり、揃って、軍の宗がとなったとし、寛永、加工永に比している。生徒武功祠らの高中像小説、三国志演技では、 60歳を過ぎた老将でありながら、弓の名手としてその腕前を披露する姿が描かれ、敵将を一気打ちで打ち取る場面も多い。オイルとも、なお勇猛果敢な活躍を見せている。関羽率いる劉備軍が調査に攻め寄せると、半減敗下として、これに応戦する。その際、関羽との一気打ちで互角に戦うが、馬がつまずき危うく打ち取られそうになる。勘吾は、 甲虫の武勇を認め、紀伝のお命しばし預けた。早く、馬を変えて、戦いに戻られよ。と言い、これを見逃している。これに恩義を感じた甲虫は、再戦時に、関羽の兜の糸口に矢を命中させることで、関羽の命を奪うことなく撤退させるが、半減に敵軍に内容しているのではと疑われ、捕獲され処刑されそうになる。 しかし、義の部の反乱で、半玄が死亡すると、劉備に仕えることになる。関中攻略時には、同じく老将である、設定のイカ顔とコンビを組み、過加を直らを破り、自分を、兄のあだと狙う半玄の弟である、設定の半広氏を打ち取っている。その後は帝軍さんで、加去縁を打ち取り、関中平定後に五虎大将軍の一人とされるので、ある。 関羽が校中を老将と侮り、同列扱いされるのを嫌うのは、史実通りである。また史実では220年に亡くなっているが、演技では医療の戦いにも参加している。その最中、劉備が、赤教、長方といった若者を称え、老兵を軽んじる発言をしたため、部下十数名で、呉の藩将の辞へと切り込んでいる。しかし最後は、馬中の矢に当たり、 それが元で死亡してしまう。現在の中国では、おいて、ますます盛んな人を、演技の中で描写された、甲虫のイメージから指して、老甲虫と呼ぶようになっている。ありがとうございます。